グスタフ・ハートラウプ、グスタフ・ハートラウプはドイツの医師、蝶類学者である。ブレーメンの豊かな商人の家に生まれた。ボン大学、ベルリン大学、ゲッティンゲン大学で学び、1838年に医学の博士号を得た。1840年から蝶類の収集のための調査旅行を始め、収集した標本はブレーメンの自然史博物館に寄付した。 1844年までに、標本数は2000に達し、いくつかの種について、新種記載した。1852年に、ジャンルイ・キャバニスを助手にして、ドイツ語の鳥類学術史としては初めてとなる、鳥類雑誌を創刊した。1857年に、ドイツの科学アカデミー・レオポルギーナの会員に選ばれた。アフリカ最終旅行の後、1857年に主張。 西アフリカ鳥類の分類を出版し、750余りの鳥類の記載を行った。1860年にマダガスカルの鳥類の調査を行った。探検家の夫をフィンシュと共蝶の著作や、フィンシュのポリネシアの鳥類に関する著作も支援した。カモカのテラネッタハートラービアの眼科のリソティスハートラービなど、多くの鳥類に懸命されている。 フィンシュと協調の大フォーゲルオリジナルサウンドトラックアフリカスの図版ありがとうございます